はい、ユッキーの喫煙動画始めていきたいと思います。今回は、これはリトルシガーですね。フォルテの、メンソール。こちらが値段が確か250円の激安リトルシガーということでね。開けていきましょう。よくよく考えたら俺、これね、割とね、さっき買ってきたんですけど、割と近所っていうか、まあ、自転車でね、30分ぐらい、2、30分ぐらいのところに、これ開かねえぞ。手巻きタバコ売ってる場所がありまして、そこ行ってきて、まあ、買ってきたんですけれど、フォルテのオリジナルは吸ったことあるんですよ。で、大してうまくなかった記憶はあるんだけど、まあ、ね、よくよく考えたら、まあ、ライトも吸ってない。ライトを買ってくるの忘れてたぜ。まあ、いいか。今度買ってこよう。はい、こちら。こんな感じ。なんかチョコミントっぽい。ね、細い。細い上に、この短い。ここはね、非常に短いんです。あれかな？ショートホープ。ホープみたいな感じ。それでは吸っていきましょう。あ、結構メンソール強えな。あ、割と美味しい。うん。美味しい、美味しい。これはオリジナルやっぱ美味しいぞ。まあ、俺メンソール好きだから、それのあれかもしれない。うん。あ、普通に美味しいな。うまいうまい。まあ、ただ、吸い終わりが結構早いですね。燃えるのが結構早い。うん。結構メンソールは強め。うん。で、リトルシガーの味はっていうと、あんまり、そんなにリトルシガーっぽくないですね。うん。メンソールのせいか、なんていうか、ほとんど普通のなんかタバコ吸ってるような感覚です。うん。葉巻の独特の、リトルシガー独特の、なんていうか、なんていうか、ちょっと甘いような香り。バニラっぽい、バニラっていうか、キャラメルっぽいなんか、甘い香りみたいなのないですね。普通のタバコ、紙巻きタバコと同じような、ほとんど同じ、なんか違うのっていうレベル。え、なんか違うのかっていうレベル。うん。まあ、ただ、割かし軽めの。うん。きつみですね。割と軽めな味。うん。まあ、フォルテのオリジナルはそんなに、美味しいと思わなかったけど、これ美味しいです。本当はリトルシガーって、
多分、葉巻の部類だからか、排気煙って基本しないんですけど、これは全然排気煙でも全然問題ないですね。全然問題ない。これで250円だったらこれあれだな。メンソール好きな人はこれはぜひ買ってみた方がいいと思いますね。ぜひ。これ美味しいな、普通に。まあ、そんなバカうめえっていうことでもねえけど、値段的に考えて、まあ、まあ、ちっちゃいけど、別に、何ら変わることない、この、ちょうどいい。だいたい、タール値的に考えると10ミリぐらいの、あの、感じ？重さ。10ミリぐらいの重さだな、これは。ちょっとフィルターをちぎってみましょう。フィルターは多分チャコールではないと思うけど。まあ、一応。フィルターを、あちちちち。フィルターをちぎってみよう。ね、紙巻きタバコと恒例のフィルターちぎり。ん？まあ、メンソールフィルターだと思うんだけど。ああ。プレーンの、多分メンソールフィルター。チャコールではない。まあ、メンソールフィルターっぽい感じはあるけど。ああ、だから、ああ、ちょっとメンソールフィルターかどうかはわかんねえ。多分プレーンか。まあ、プレーンフィルターなのかな。まあ、目視でちょっと確認できないんで。うん。フィルターにメンソールがついてるのか、もしくはこの葉っぱ自体にメンソールがついてるのかっていうの、それはちょっとわかんねえな。ああ。葉っぱにメンソールついてるくせえな。なんか香るとあれだな、メンソールの香りがするな。まあ、そういうことです。これは四つ星。これはメンソール好きな人はね、ぜひ。250円ですから。これで250円は安いな。ああ。ああ、これ、ゴールデンバットするんだったら、こっちの方がいいわ。ということで、ご視聴ありがとうございました。